ーのモノマネを聞き分けられるなんてやるな兄ちゃん。私はデザートを食べて疲れた脳に栄養をあげようとしていただけです。私だって普通に一人の女の子としてデザートが食べたくなる時ぐらいありますって。とはいえ甘いものにこだわりがあるわけじゃなく、スイーツショップ巡りが趣味なわけでもないですけど、お菓子スイーツ大好きですと可愛く言えたらもっとファンやお仕事が増えたりするんでしょうかね。私にしかない個性、そして魅力ですか。ありがとうございますプロデューサー、心強い言葉に感謝です。賞賛があるってことですよね。なら答えなくちゃ女が廃ります。準備には自信がありますからね。